国道二百二十八号と道の駅上野国、門樹上の国町技原価国道二百二十八号は、北海道函館市から、まさ郡まさ町を経由して、ひや郡へ刺し町に至る一般国道である。奇襲点を同じくし、まさ半島を横断する国道二百二十七号に、対し、本路線は、福島峠の前後を含む約二十七キロメートルの区間を除いて、 海岸線に沿うコースを取る。一般国道の路線を指定する政令に基づく、期終点及び、経過値は次の通り。終点は指定当初から江差市町であるが、政令による終点表記は、1953年の二級国道、指定時は江差市郡江差市町1965年の改正時は檜山郡江差市町と表記されていた。 1993年の改正で、現在の表記となった。工事、路線変更に伴う、年表参考資料上磯郡上磯町その他、1970年から1973年にかけて、上磯町全域において、主に境内道路の拡幅に車線化と、歩道設置を伴う、道路改良工事が行われている。日山郡上野国町国道二十八号。 北海道道5号餌式古内線交点2011年8月撮影時2019年5月撮影時当初は道流島により起点及び終点方向北海道道5号餌式古内線方向上野国駅方向からそれぞれ合流する複雑な形状となっていた後に道流島を廃して周辺に新設する上野国町道を含めたラウンドアバウト化工事が行われ 仮定辞路としている。檜山郡江差市町トンネルかつては、北都市、茂る辺地に、茂る辺地トンネルがあったが、福音6メートルと狭く、老朽化も進んでいたため、平成12年に撤去された。京料堂の駅と東総合振興局、檜山振興局。ありがとうございます。